はい、先々の元新潟人の飲酒動画です。今回は、宝酒造の、酒杯、樽熟成焼酎ハイボールの濃いめです。こちら、新しいパターン、タイプですね。新しいね、新しくなった樽熟成焼酎ハイボールの濃いめ。アルコール度数が、9% で、原材料が焼酎とカラメル色素。となっております。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ。タルチョゾ熟成酒 20% 使用。タルチョゾ熟成酒 20% 使用、各本製品に含まれている焼酎に対する使用比率。タル熟成焼酎をベースに強炭酸で仕上げた深いコクと爽快な喉越しの酎ハイです。このシリーズさ、普通のやつと濃いめのやつがあって、さらにレモンとプレーンがあって、さらに、新しいやつと古いやつがあるから、全部で6種類あるんですよね。まあ、美味しいんでいいんですけどね、これは。まあ、アルコール度数 9% なんだけど、意外とぐいぐい飲めちゃうっていうね。うん。それでは乾杯。まあ、個人的にレモンの方が好きかもしれないね。まあでもこれはこれで、ああ、うまいな。これはこれで、何かとつまみにしたりして食べたりすると。うまいだろうな。こういうのはな。あれですよね。なんか脂っこいものと一緒にね。まあ、他のなんかビールとかのアルコール度数 7%、8% とかの、ね、第3のビールとかね。あれに比べると、はるかになんかあれだよ。なんかこう、スルッと飲めちゃう。第三のビールでさ、最近さ、7%、8%、9% とかのさ、アルコールのやつ出てるでしょ。あれがなんか違和感、味にね、なんかね、違和感がありすぎて飲めねえんだよな。あんまり美味しくないんですよね。違和感。なんか無駄になんかアルコール度数を増やしたみたいなさ。もう見るからになんか、アルコール増やしました、的なね。今日のつまみはこちら。ウイスキーで加湿した、ショートピース。ショッピ。缶ピースですね。ショートピースというか缶ピースです。そろそろ缶ピースなくなってきたんで、前買ったんだけど。タバコはつまみという。タバコはつまみ。俺がよく言われるのがね、つまみはつままないんですかって、つまみはないんですかって言われるんだけど。いや、つまみはだからタバコだってって。タバコがつまみなんだよな。あ、でも濃いね、これは。濃い。濃いめと書かれてる通り濃いわ。やっぱこういう濃いめのやつってやっぱ何かさ、普通のやつだったら単品で飲めんだけど、やっぱ何かこうね、脂っこいものとか唐揚げとか食いながら飲みたいよね。
ちょっとこれあれだな。タバコだときついな。うん。なかなか結構、うん。いや、うめえっすけどね。ただ、レモンの、レモンパターン、この、あの、プレーンじゃなくてレモンだったら結構飲みやすいんですけど、やっぱり。でも、果たして飲みやすいからって言って、じゃあお前飲みにくいやつがまずいかって言われると、いや、そうでもないんだよね。やっぱりなんか肉系を食いながら、こういうの飲むと、最高にうまいんですよね。いわゆる焼酎のさ、あのストレートとかさ、あのロックとかで、ね、何かもつ焼きとか食いながらね。なんかあるじゃないですか。あの、梅割りとかさ。でも俺が真似できねえのは、ホッピーを、これ分、これぐらい、あの、焼酎入れて、で、これだけさ、この量だけ、ホッピーを注いで、あの、何回もして飲むっていうね。一本を何回も、中交換してっていうか、中を入れて。飲むっていう、あの、あれダメなんだよな。俺はやっぱホッピーは一本で飲みたいんで、一本で、こんぐらい焼酎入れて、一本バーって注ぐタイプの人間なんですけど。まあ何でもどうでもいいんですけどね。ただ結局自分の飲み方に口出されたくないですよね。あんまり。はあ、それではホッピー好きとは言えねえだろうとか言ってくるやつはマジで。殺せ。人の飲み方に口つけるやつはマジでつまんねえから。人間としてつまんねえからさ。いいじゃねえか、おめえって。俺はつまみないでお前タバコ吸うのがつまみなんだよっていうさ。人もいるじゃないですか。で、こうやって健康にってね、シジミウコン肝臓エキスをね、毎日これ飲みながらお前、酒飲んでる人間だっているんだよお前。一応健康に気遣ってんだよお前。まあ実際体感して効果はないんだけど、これ。肝臓エキス。別に効果あるかって言われると、いや、体感でないなって。全然効果としては、感じられないんだけど、まあ一応飲んどくか、みたいな。感じっすね。まあいいんすよ。人の飲み方なんてそれぞれなんでね。だから他の人の飲み方にケチつけるような人間にはなってもらいたくないっすね。このリスナーにはね。それを言いたいんすよ。いや、俺はこうやって飲むのが一番うめえんだって、自分が分かって、一番分かってんのは自分なんで、お前自分がさ、これがうまいって言って飲んでんのにさ、もう他人が口出してさ、はぁですよね。マジで意味分かんねえからって。そういうやつはもう殺せ。もう多分絶縁レベルですね。
もう絶好ですね。でもやっぱ濃いな。実に濃いっすね。最近だとさ、アルコール度数9%とかさ、酎ハイ多くなってきたんだけど。ほんとあれ、甘味料入ってんで、まずくて飲めねえんだよな。甘味料がさ、どっぷり入ってるじゃん、ストロングゼロとか。どっぷり入ってて、甘さが、えぐすぎて。甘さがさ、えぐすぎてさ、飲めねえ。最近朝6時に起きて、今日も一日、朝6時に起きて7時まで1時間ウォーキングしてるんですけど、毎日1時間ウォーキングをして、なんとか腹をね、へこませようと。ダイエットですね。まあ、今日分かったのは、朝でも暑いということですね。だから、ウォーキングやるとしたら、4時ぐらいに起きて、6時でも結構朝日出てるんですよ、もう。がっつり出てるんですよ。それでね、すげえ暑いんだ。日光当たらないところだったら涼しいんだろうけど。やっぱね、暑いんですよ。なんで朝ウォーキングやるとしたら5時か4時ぐらいに起きてやった方がいいっすね。まあもしくは23時ぐらいから0時、夜、夜間ウォーキング。結構ウォーキングしてる人いるんだわ。ウォーキングだけじゃなくて走ってる人、ランニングしてる人もいるしね。まあただ朝なんで年寄りが多いですね。やっぱ年寄りの人って朝早く起きるらしいんですよね。結局のところ、あれ、ググったら分かったんですけど、年寄りの人ってなんで朝早く起きるかっていうと、睡眠時間が年を取るにつれて少なくなるらしいですね。少なくて十分になるらしいんですよ。だからガキの頃ってがっつり寝るじゃないですか。年寄りは、逆にだんだん、年を取るにつれて、睡眠時間が難し、あの、み、短くなってくるんですよね。だから結果として早く起きるらしいです。でも俺はね、結構寝ないとダメな人間なんで。まあ人によるけりなんですけど、1時、あの、じゃ、4時間ぐらいで満足できる人もいれば、9時間でようやく満足できる人間もいるっていうね。俺は後者ですね。やっぱ9時間ぐらいに寝ないと、ダメなんですよ。
まあ人によりけりですよね。本当に短眠な人とかだと、ナポレオンとかもあれ4時間だったらしいですね。有名なナポレオンさんはあれ、短眠だったらしいですね。あ、そういう人は羨ましいですね。安眠な人はな、活動時間が多いんで、それだけ長くいろいろできるんで、いいっすよね。やっぱショートピースはうめえな。特にあれ、ウイスキーで加湿すると本当に美味しいですね。甘くて美味しくなります。結構甘さが出るんですよね。ウイスキーで加湿すると。うわ、よいしょ。ああ、今日。まあ最近ね、安くコロナビールが売ってる店がね、まあ去年もあったんですけど、そこのスーパーに久々に行ったら、また安く売ってたんで、コロナビール1本普通だと250円ぐらいするんですけど、コンビニとかさ、スーパーで買うと250円ぐらいするんだよね。だけど130円で売ってて、まあ、とりあえずケース買いして、24本ケース買いして、ちょっと今年の夏をね、それで、まあ、乗り切りたいという感じですけど、まあコロナビールうまいっすからね。コロナビールはね、夏だよね、やっぱね。寒い冬とかには飲みたくねえんですけど。本当に暑い夏に、やっぱ塩と、ね、ライムを。ライムジュースもね、アマゾンで買いましたんで。ライムジュースと一緒に、ライムとレモン入れて、まあ飲むと非常に美味しい。本当にね。本当は瓶が欲しかったんですけど、缶だったんで、瓶は売ってないですね。瓶はやっぱちょっとあれなんですかね。コストがかかるんですかね。やっぱ瓶のコロナビールってやっぱ高いんですよ。缶のだと結構安い。だってさ、そもそも瓶代が結構さ、かかるじゃないですか。うん。しかもワンウェイ瓶だしね、あれね。回収してくれない瓶だから、高いんすよね。うん。まあ、個人的に、缶でも瓶でもどっちでもいいんだけど、どっちでもいい人間なんで、うん。まあ、缶で安いんだったら、容量同じでさ、瓶とさ、缶どっちが、値段高いかってなって、だいたい瓶の方が高いんですよ。だからね。まあ、缶で安いんだったら俺そっちを選ぶんで。重いしね。瓶だと重いしな。あと、かさばるしね。
缶だったらこう丸めて潰せばいいんですけど、それもできねえんですよ。瓶だとね。だから瓶のコロナビールっていうのはなかなか、まあガチのこう、金ないとあれですね。だって1本250円だぜ。250円かける24だと仮定すると、24だから、1ケース、24の4800の、5500円ぐらい。するもんね。うん。結構厳しいもんがあるよね。うわ、これ消えなくなってきた。これうまい。ただやっぱ単品で飲むものだとあれだな。厳しいものがあるっていうのを。うん。単品で飲むのは厳しいものがあるね。まあ、うまいんだけどさ。なんか唐揚げと一緒にの、飲んだ方が絶対うまいですね。3335です。ご視聴ありがとうございました。